好きな単位はどうですか。単位、単位、これは、うん、ヘクトパスカル。あこのここが大文字じゃん、うん、ここがいい。バールってなんかちっちゃいやつじゃないですか。あミリバールとかバールか。あミリバール、ミリバール、あるね、ミリバールね。そうなんだ。デシリットル、デシはデシリットルぐらいしか使わないですね。デの音とリの音がかっこいいと思うんですよね、うん、デリじゃダメなの。デリ、デリは単位じゃない。単位じゃないから、ね、はい、デシリットル、デシリットル、デシリットル、リットルのあたりがちょっと大阪弁っぽいもんね。ちょっとこれ軽くなるもんね。デシリットル、デシリットル、デシリットル、お前デシリットルな。私ガロ使うねところないでしょ。だってドーム何個分とそういう匂いが出てくるんですね、ガロンから。ガロン、なんだろう、ちょっと想像しにくいじゃん、1ガロンが。そうですね、うん、ガロンすごいさ、ファンタジーじゃない。バレルもやっぱり、バレル、バレル、パーティーバーレルはさ、このロマンからのネーミングじゃないの。なんかでかい、でかそうだぞっていうイメージじゃないの、これ。あ、メガみたいな。そうそう、あ、メガ、メガホリみたいな。そうだね、メガ、うん、メガ。いや、なんかセンチがどうかな、こうなってきて。基本に、話がこうなってくると基本に立ち返って、ね、だんだんセンチとか名前がなんか、かわいらしい。そう、センチは、かわいいよね。センチはかわいいよね。かわいいですよね。電気系とかどうですか。隠れアンペアかわいそうですね。確かにかっこいいね。あのスピーカーとかヘッドホン買うと裏になんか見たことない単位でいっぱい書いてある。ああ書いてある。オーム、オーム、オームね。オームはなんかちょっとやっぱ中学生っぽいっていうか、こう、そうだね、形もちょっとね、あのなんかあれクレタン文字みたいな、異世界転生ものですから、うん、そうだね。あれそういう話だ、オームっていうのはラノベみたいな。そうだね、ちょっと可愛さがね、ああちょっとパーティーっぽくなってきたね、これ。ああそうだね、うん、チームだね。そうだね、ちょっと明るい感じがある。炭酸マグネシウム、え、サンバと呼ばれる。それは何なの。あれは体操で使われる、うん、炭酸マグネシウム。アンバとか平行棒に、あの手に、そうですね、あれこそが